待ちかね、ストーリーモードの始まりだ。いつ宿命の対決ってやつさ、心してかかれ。シークレットと呼ばれるボーナスを獲得するために特定の条件があるものも存在するみたいだぜ。かませプルスウルトラ。いよいよ始まった職場体験。僕はオールマイトの元担任でプロヒーロー、グラントリノの元へ行くことになったんだけど。レッツストーリー。UA 高校の一大イベント、 UA 体育祭から数日、オールマイトの担任だったヒーロー、グラントリノから職場体験の指名をもらった。期待に胸を膨らませていた僕を待っていたのは、オンボロの事務所、そしてご飯をこぼして転んでいるおじいさん。名前を言っても、誰だ君は、トシノリって全然通じてない。大人な脅しとはいえ、これはやばいぞ。そもそも、トシノリって誰なんだ？僕、早く力を扱えるようにならなきゃいけないんです。オールマイトには、もう時間が残されてないから。だったら…だったらなおさら打ってこいや、受精卵小僧。修行だ修行、チュートリアル始めるぞ受精卵小僧。全ての攻撃方法を確認したら教えてくれ。力の使い方が決めてなっとらん、あの正義バカ。オールマイトは教育に関しちゃ素人以下だな。見てらんねえから俺が見てやるってんだ。さあ、撃ってこいや。いいぞ、押して。この息、いい動きだ。衝撃は、この息やらねえ。うわ、押して。いいぞ、つらげ、ぬっち、すっ、いや。押しろ、よっと、押しろ、次、うわ、はい、いい動きだ。これなら、押しろ、だ、せ、やるねえ。うそくな、うっと、くるっと、動きだ。真上に受ける、押しろ、そこやるねえ。つなぐ、やあ、そこだ。これな、いいぞ、うわ、こっちだから、よし、やるか。レディークラッシュ、かかってこい。ぬ、いや、どりゃ、うわ、そこだ、上に、次、まだだ、直接打ち込む。よっしゃ、やるか、ゼロ、やるじゃないか。やるしかないんだ。お
思ってたよりできる。だが硬いな。そして意識が違うだ。だからこうなる。オールマイトへの憧れや責任感が足かせになった。足かせ。年齢を感じさせない俊敏な動きで圧倒され、地に伏せる僕。一方グラントリノは僕にわずかなヒントを残し、のんびりご飯を買いに出かけてしまった。これが憧れオールマイトの死、グラントリノの元での職場体験の始まりだった。